全国のキャンプファンの方もキャンプファンじゃない方もこんにちは、ヤキです。今回ですね、ディズニー提携ホテルなんですけど、三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ、こちらとコールマン、こちらのコラボ部屋で撮影しております。でこちらね、今まで何本かね動画出してるんで、そちらも見ていただきたいんですけども、こちら椅子がめちゃくちゃあるんですよね。 1,2,3,4,5,6,7 7つアウトドア用のチェア、まあもちろん元々のホテル用の椅子もあるんですけど、アウトドアチェアだけで7つありまして、そのうちの1つがヤッキンがずっと座りたかった椅子、試してみたかった椅子がありまして、夢の椅子があったので、ちょっと実際にそれちょっと座ってみたいと思います。ではちょっとご紹介しましょう。こちらですね、こちらのこれインフィニティチェア、コールマンのインフィニティチェア、これがね一回座ってみたかったんですよね。これでロックかければロックかけることができて、ああ最高。なんかこれ雲の上で寝てるような感覚になるっていう売りなんですけど、ほんとそうですね。いやこれやけ電車キャンパーなんで、ちょっとこれは大きいんですよ正直。でもこれ家に欲しいですね。これめっちゃいいな、これ最高だな、これ。これ寝れるっすね。これベッドよりも寝心地いいかもしれないです。あ、これマジ欲しいな。めっちゃいいな。最高の寝心地ですね。でせっかくなんでね、他の椅子もちょっと紹介していきたいと思います。で、これが最初、こう座ってた椅子。これがレイチェアってやつですね。これもリクライニングできるやつみたいなんですよね。あ、こういうことか。ああ、さっきのインフィニティチェアに比べるとちょっと寝心地劣るんですけど、これもめちゃくちゃいいですね。いやー、これも寝れるな。でもやっぱりちょっとインフィニティチェアに比べると、最近あっち座ってしまったからな、こっちはちょっと あれ座ってからこれ座るとすごく硬く感じます。初めにこのリクライニング味わってたら最高なやつですね。じゃあ次ね、あとここら辺のやつ、この辺はもう2人用の椅子とかこういう1人用の椅子もありますけど、まずこっちの大きい方がリラックスフォールディングベンチですね、これね。でこっちがコンパクトフォールディングチェア、これはね、もう悪くないんですけど、ちょっとさっきのインフィニティチェアを座ってる。ただこれはご飯食べたりするときはこれちょっと低いやつの方がいいかもしれないですね。机の高さ的にリラックスするんだったらさっきのインフィニティチェアで、ご飯食べたりするときはこっちの方が食べやすいと思います。もうこれね、1日でこの椅子を楽しみきれないなって思いますね。今回1泊だけなんですけど、インフィニティチェアで寝るか、ベッドはあるんです。ベッドで寝るか、コットがあるので、コットで寝るか、この椅子で寝るかって迷うぐらい、ほんと今、だいぶインフィニティチェアで寝ようかなっていう風に傾いてます。では、今回の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。